作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第4作戦海域、作戦要項です。勝利を提督に。よく狙って、てー、やだ、ありえない。第二次攻撃隊編成できる。じゃあ随時走らせてください。航空母艦です。やります。よし、一気に決めるで。よく狙って、てー、お子様言うな。私の前を遮る愚か者め、沈め。やったー、やりました。私嬉しい。これからも頑張りますね。どう考えても暁が一番ってことよね。始砲、砲撃開始。敵艦隊発見。攻撃隊発艦始めてください。よく狙って、てー、勝手は春菜が許しません。水上攻撃戦なら負けません。サミダレは集めて林って場所だって。航空部隊の皆さん、お願いします。第二次攻撃隊編成できる。じゃあ随時発信してください。改装したけど勝手は攻撃隊が許しません。ローラのザラ級、水上攻撃戦なら負けません。そのはずです。当然のことをしたまでです。特別な評価なんて春菜にはもったいないです。ユラが一番なの？本当？やったー。
始砲砲撃開始。あまり突出すると危険だわ。改装されたユラ、甘く見ないで。提督さん、行きますね。かたじめます。春菜が許しません。ゴーラもザラ級、水上攻撃戦なら負けません。サミダレのやつ、集めて林って場所だっけ。そして砲撃戦です。第二次攻撃隊組め、編成できる。じゃあ随時発進してください。改装したけど攻撃力、勝手は春菜が許しません。オーラもザラ級、水上攻撃戦なら負けません。私だって航空母艦です。やります。サミダレを集めて林って場所だって。砲撃戦です。改装したけど組め。関西機のみんな、お仕事お仕事。始砲砲撃開始。あまり突出すると危険だわ。下までです。特別な評価なんて春菜にはもったいないです。ま、当然の結果よね。何、不満なの？あなたたち、少しだけ強い。本気で行くわ。許しません。だから攻撃
じゃ。サミダレを集めて早くそして場所出せです。まだ預け証とかなの。よし、一気に決めて。逃げても無駄よ。よく向かって、索敵も砲撃も雷撃もアオバにお任せ。私の前を遮る愚か者め。お子様言うな。なんでもないんだから。ほら、もう一発。私たちこれで全滅だって言うの？守りたい気持ちは同じ。同じだから。そうか、だからだ。だから私たちは今ここでここから一緒に。帝都くん、よろしく頼むわね。私も会場に再び嬉しい。おめでとうございます。作戦成功です。当然のことをしたまでです。特別な評価なんて春菜にはもったいないです。どう考えても暁が一番ってことよね。いすずです。水雷戦隊の指揮ならお任せ。全力で帝徳を勝利に導くわ。よろしくね。陸軍特殊船新州丸です。統合的な上陸戦力を投射できる本格的な強襲揚陸艦の先駆けとして建造されました。揚陸作戦はお任せください。次の作戦海域の攻略が可能です。作戦完了の報告書です。ご覧になりますか？はい。春菜は大丈夫です。寒くなってきた。サンゴって好きって？航空看板が気になるのかい？秋、いろいろと美味しそうな季節。この錦帯帝ちゃんだから。落ち着きがないのね、本当に。頭をなでなでしないでよ。もう子供じゃないって言ってるでしょ。秋か、この季節はちょっと衣笠さん。司令官、青葉見ちゃいました。帝徳さん。何？ありがとうございます。もらっておくわ。やられた。
私このままだと敵のいい的ね。私がドッグ入りモガミンとぶつかったところやっとな。ああ、せっかくの航空甲板が別に疲れたわけじゃないんだから、僕の出番終わり。陸軍特殊船新州丸罰病です。みんな頼むぞ。作戦計画概要をご説明します。